藤谷蓮次郎です今日は私の大好きなあ古典芸能の話をしたいと思います、えー、古典芸能なんであんまりたくさんの方がっていうことはないかもしれませんがでそのなかなかこう人が触れないところにも、えー、どんどんこう取り上げていきたいというのがこのチャンネルの趣旨ですので、えー、ぜひ、えー、興味のある方それから試しに聞いてみようかしらという方はぜひご覧いただければと思います、えー、その前に、えー、一つお願いがあります 私のこの「記憶旅行」という YouTube チャンネルそれから、えー、を初めて見る方それからあ、まあ、何度か見てるけどまだ登録していないという方は是非とも登録していただけるとチャンネル登録していただけるとありがたいですそうしていただけると私の方が活動がしやすくなりますし励みにもなりますんで是非これをご縁に助けると思って登録のをしていただけると助かりますどうぞよろししくお願いします。 えと私があの見直したというか素晴らしいと思って好きになった古典芸能とのはこれなんです能なんですが、えー、五流派あるうちの金剛流という流派の方がある町でやられたあ演じられた花戦というのあんまり有名な演目じゃなくそう頻繁にかかるもんでもないらしいんですけどもたまたま出張に行ってた町の えー、その市民会館みたいなと文化講座みたいなところでこれがかかるというのを新聞で見て飛び込みで入ってみたんですがすすごく面白かったです、えー、能というと私も学生時代ですね井つとかあの梅若能楽堂というところを何度か先輩に、まあ、僕私は日本文学で特に和歌 を専攻してましたから、えー、こんなこういうのはちゃんと見とかないとダメだよと。それからその先輩が小林秀雄という評論家、日本の近代批評を確立したと言われる小林秀雄の大ファンでですね、小林秀雄さんは中世に まあ戦争中だったのでこれいろいろ含みが出てくるんですがその中世文学とかにも詳しい方ってその中で能を取り上げたものがいくつか出てきます。でそういうのもあってやっぱり能は見とかないとダメだぞっていうんで学生時代の私にはこれは私の教養のなさと、まあ、感性の鈍さがそうさせたんだと思いますが井筒のようなものすごいものを見てもなんか退屈だなと思って帰ってきた記憶があるんですが今は。 失礼しましまた今はそんなことはなくてですね是非、えーまあ、機会があれば、えー、今私田舎の方の町に住んでるんですが東京でも京都でも出て見てみたいとは思っておりますが、えー、今回のこの「花戦」というのはそういう有名な演目ではなくて、えーまあ、ある山で柑橘類系、えー、みかんとか。 あそのかん類系の花々木々花々と、えー、その栗これがまた結構ぼうぼうたるキャラクターとしてちょっと田舎の図太い感じで描かれてるんですけども、えー、キャラクターの軍団が戦いになるという話で、えー、ストーリーとしては大変あの分かりやすくて面白いです。 えー、衣装とかが何人も出てきますんでチーム戦で戦いますんで、えー、見てて何、まあ何喋ってるか例によって能なんでまず聞き取れないんですけど見てて楽しいというタイプの能で,、えー、でさらに間に愛嬌言として好み争いって出てくるんですけどもこれも愛嬌言ってことは何かというとこの花戦というものにちょっとイメージ的に重なるようなお話でここに えー、小型といって子役の可憐な少年少年女が出てきます、えー、これも含めてそのまあきつ系と、まあ、栗とかの山の食べ物好みたちがぶつかり合う、えー、戦争をするというか戦い合うプライドをかけて戦い合うという話でアホらしいっちゃアホらしいんですけどもそれがあところどころその狂言じゃなく能なんで めったにその笑わせたりしないんですけど笑いいを交えながら、えー、愉快に描かれていますでやっぱり、えー、どんな芸能であろうとも楽しくまず見れるというところから接近していくといいのかなと思いまして能というのはあのなかなかこう一回でいわゆるその西洋演劇のようにある期間ずっと公演を打つとかじゃなくて一回しかやらないとかで。 回っていくもんなんでその日だけやるとかあなかなか見る機会ないかもしれませんしこれが有名な演目でもないからなんですけども私としてはこれを呼んでくれて、えー、これを上演してくれたその町の企画の人たちそれから、えー、この金剛流の人たち演じてくれた金剛流しかやらないらしいですけどねそうだかな他もやってんのかなまあご竜父あるうちのこの金剛流さんがおやりになったこの花戦で。 えー、あーーって面白いなとでこれ以外の面白いんじゃない世界観もたくさん楽しみにして見るようになったこれはあの私自身の感性が変わった部分もあるしまあ学生時代は私が凡庸だった今でも凡庸なんですけどもあの平凡な感性しかしてないつもりではありますが、えー、私の中で変わったのは仏教というものに対する、えー、勉強を自分なりにこの5年間56年続けてきて。 能というのが中性社会に出てきた理由とかをついつい考え込んでしまうのでそれが自分にとっては楽しいのでえ古典芸能の中でも能前に能と落語僕には両方必要なんですと申し上げましたがそれを感じるきっかけになったこの大変面白い能興味深い能花戦上演を見て楽しかったというご報告。 ぜひまたあればご覧になった方がいいですよ。何の予備知識もなくても楽しいですからね。え今日は、の花戦の面白さというテーマでお話をいたしました。あチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いいたします。それでは失礼します。